はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、黒崎俊です。さあ本日なんですが、レイドラプターズというね、最高にかっこいいテーマをご紹介していこうと、思っておりまして、これまあ、以前もなんか動画化したような記憶があるんですけども、最近ですね、週末によく大会開いてるんですよ、僕。メンバーシップ限定での大会を。で、そちらの大会で、キャラポデッキ選手権っていう、なんか令和のキャラデッキ選手権みたいなやつやってまして、で、そこで調整用に組んだレイドラプターズがあまりにもかっこよかったんで、動画にして、行こうと思ってます。レイドラプターズって、バチクソかっこいいし、黒崎俊っていうキャラクターがそもそも、アークファイブっていうね、アニメで出てくるキャラクターなんだけども、これかっこいいんですよ。で、この、エクシズモンスターたちがエースモンスターってくるんですけども、ランクアップマジックを多用するんですよね。このデッキって。で、このランクアップマジックで、なんかその、いろんな、ランクのモンスターを、出していって戦っていくっていうテーマになってるんですけども、めっちゃかっこいいんです。このデッキ。多分俺、遊戯王、史上、一番好きまであるかもしれない。現状。ブラックマジシャンのもちろん俺は結構、初代派だから好きなんだけど、なんかなんだかんだシリーズ通した場合、一番好きなデッキなんですかって言われたら、レイドラプターズな気がする。あまりにもかっこいい。召喚工場がね、クソかっこいいんですよ、全員。なので、今回はね、このデッキを使って、やっていこうと思います。で、手札弱さとかちょっと入れるわけないんで、全く。なんで、もうなんかその、ランクマとかで、使うにはなかなかちょっと、厳しいような気はしてるんですけれども、一応ね、なんだっけ、今度、ランクの変動を伴わないデュエルっていうのが、ちょっと実装されるらしいんで、マスターデュエルでは。そういったところでね、使っていければいいんじゃないかな、というふうに思ってます。マジでかっこいいんで、早速見ていただきましょう。デュエル、スタンバイ。あ、悪くない。悪くないね。俺はレイドラプターズ、トリビュートレイニアスを召喚。トリビュートレイニアスは召喚特殊召喚に成功したターン、デッキからレイドラプターズカードを1枚を墓地に落とすことができる。これによってレイドラプターズミミクリレイニアスを墓地に送る。そしてミミクリレイニアスの効果発動。ミミクリレイニアスはゲームから除外しレイドラプターズカードを1枚を手札に加えることができる。これによりヒールイーグルを手札に加え、そしてレイドラプターズピンレイニアスの効果発動。ペインレイニアスはレベル4にして自身を特殊召喚できる。そしてヒールイーグルを特殊召喚。そして闇属性鳥獣モンスター2体の魂をリンクワーカーにセット。サーキットコンバイン現れろ。レイドラプターズワイズストリックス。さらにワイズストリックスの効果発動。ワイズストリックスはデッキから、レベル4の鳥獣属モンスター闇属性を特殊召喚できる。これによってレイダーズウィングを特殊召喚。そしてレベル4のモンスターみたいでオーバーレイデッドを囲くエクシーズ召喚。メイクの猛禽がどうのこうのエクシーズ召喚。ランクアップレイドラプターズフォースストリックス。さらにフォースストリックスの効果発動。このカードのオーバーレイユニットを1つ使い、敵から超絶モンスター1体を、手札に加えることができる。これによってレイドラプターズシンギングレイニアスを手札に加える。そしてレイドラプターズワイドストリックスの効果、フォースストリックスの効果を発動したため、デッキからランクアップマジックをデッキからセットすることができるぜ。これによって、ランクアップマジックソウルシェイブフォースをセットさせてもらうぜ。そして、シンギングレイニアスは特殊召喚できる。さらに墓地のレイダーズウィングの効果発動。オーバーレイキを1つ使い、このカードを墓地より特殊召喚。そして、ワイズストリックスとフォースストリックスをリンクワーカーセット。力を借りるぞユウト。現れよファントムナイツラスティーバルディッシュ。これは後で爆発するんで、盤面からはいなくなります。盤面からちょっとだけ力を借りるだけ。で、ファントムナイツを墓地送って、ファントムマジックトラップカードを1枚をデッキからセットすることができる。そしてさらに、墓地で存在するファントムナイツサイレントブーツの効果を発動。このカードをゲームから除外し、デッキからファントムマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。さらに、レベル4のモンスターみたいでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。メイクの猛禽がどうのこうの、持続書き詰めがどうのこうの。レイドラプターズフォースストリックスからのラスティバルディッシュの効果、自身を爆破し、ありがとうなユウト、お前の力はすごかったぜ。これはレイドラプターズ盤面にしたいので、残した方が強いんですけど、いりませんので、黒崎さんはこんなカードをね、盤面に残すわけないんで、一旦ストラングルレイニアスを手札に加え、そして、さらにランクアップマジックソウルシェイフォースを発動。フォースストリックスを素材にしランクアップエクシーズチェンジ。現れよラックロックレイドラプターズレボリューションファルコンエアーレイド。そして
ストラングルレイニアスを手札より特殊召喚。ストラングルレイニアスは、闇属性エクシスモンスターを不安にしているエクシスモンスターが存在する場合、墓地の闇属性モンスターいったら特殊召喚できる。これによってレイダーズウィングを特殊召喚、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを再構築。メイクの猛禽がどうのこうの、闇の眼力がどうのこうの、鋭い鍵爪がどうのこうの、エクシス召喚、レイドラトース、フォースストリックス、効果発動。このモンスターの効果により、オーバーレイトを1つ使い、デッキから、闇属性超持続レベル4モンスター1体を手札に加えることができる。これによってストラングルレイニアスを手札に加えていく。そして、手札よりマジックカード、ランクアップマジック、ファントムフォースを発動。ファントムフォースの効果により、闇属性モンスターを墓地から任意の数除外し、除外した数だけフィールドのエクシズモンスターのランクをアップさせる。ランクアップエクシズチェンジ、現れよランク7レイドラトース、アースナルファルコン。アースナルファルコンの恐るべき効果を発動。このモンスターの効果によりオーバーレイトを1つ使い、デッキからレイドラプターズモンスター1体を特殊召喚できる。これによってレイドラプターズネクロバルチャーを特殊召喚、そしてレイドラプターズネクロバルチャーの効果発動。ヒルドのレイドラプターズモンスター1体をリリースし、墓地の、ランクアップマジックを開始する。そしてファントフォース、さらにアースナルファルコンの効果、究極思考のハヤブサよ、アバターの保有の衣装継ぎ、勝利への天空へ飛び立て、ランクアップエクスチェンジチェンジ、現れよレイドラプターズアルティメットファルコン。さらにカードを1枚セット。これでターンを終了だ。さあ貴様のターンだ。クソかっけえ、マジでレイドラプターズ最高。ちなみに一番好きなデッキ今何って聞かれたらレイドラプターズって答えますね。僕めちゃくちゃかっこいいんだよこのデッキ、めちゃくちゃかっこいいし、キャラクター、ああ有利だ貴様、有利をどこへやった、絶対に許さんぞルリー。そのモンスターでルリーを蹂躙したというのか。スターベロンフュージョンドラゴンの効果をファントムクローの効果により無効にしていくぜ。レイドラプターズファントムクローは相手のモンスターの効果を発動した場合、そのモンスターの効果を無効にして破壊し、フィールドの、レイドラプターズモンスターの打点をアップするが、まあアルティメットファルコンは何の効果も受けないため、打点もアップしなければ超融合の効果も効かない。まあスターベベロンはほっとくと打点が上がるっていう効果はあれ自分の効果だからやばいから、戦闘で破壊されちゃうから、あの破壊するしかないぜ。何ファン、まあ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 、ストラングルレイヤーズはネグロバルチャーは破壊されるが、レイドラプターズアルティメットファルコンは何の効果も受けない。ヒンマンで元気なともいいだろう、絶対に許さない。貴様らが葬ってきた俺たちの仲間の魂は俺がすべて受け継ぎ、貴様を敗北へと導くであろう。何、ほう、弱そうだな。どれもそんなに強くなそうだな今のところ。まあサンデウ禁止ぐらいか、回収するとしたらサンデウ禁止を回収いいだろう。まあサンデウ禁止が出てきたところでな、アルティメットファルコンさんは突破できない。サンデウ禁止さんいいだろう。さあサンデウ禁止さんで融合してくるか。サンデウ禁止の効果は、自分を含んで手札のモンスターとも融合することができる。これって捕食植物系のモンスターを融合召喚することができるぞ。さあサンデウ禁止の効果によりセラセニアントを墓地送って、サンデウ禁止とセラセニアントにキメラクレッシャー来た。何、なるほど、まあ、そいつはちなみに打点が上げて下げる効果を持っているが、俺のモンスターの打点が下がらないため相手の打点も上がらないという仕様になっている。キメラクレッシャーではアルティメットファルコンは突破できない。さあかかってきやがれ、カードを1枚セット。なるほど、メインフェーズ終了いいだろう。まあいいだろう、エンドフェーズ、まあそうだな、キメラクレッシャーではこのモンスターを突破することができない。そしてエクシズモンスターにレベルはない。何でもできるが、とりあえずどっから動くか。ランク6がいい。ランクアップマジック、ソウルシェイフォースを発動。ソウルシェイフォースの効果によりランクアップさせるぞ。言うもかかんないのハヤブサよ、怒りの炎を巻き上げ大地をも焼き尽くす閃光となれ。ランクアップエクシズチェンジ、飛翔しろ、ランクアッチレイドラプターズサテライトキャノンファルコン。サテライトキャノンファルコンがエクシス召喚に成功した場合、相手のフェンドのマジックトラップカードを破壊する。さらにこの効果の発動に対し、相手はマジックトラップカードを発動することはできない。そしてヒールイーグルの効果発動、
レイドラプターズカードを墓地より回収させてもらう。そしてさらに俺はレイドラプターズストラングレニアスの効果発動、ストラングレニアスの効果により自身を特殊召喚し、さらに、墓地に存在する闇属性モンスター一体を特殊召喚できる。蘇るレイダースイング。そしてまだ俺は召喚金を使っていない。現れよレイドラプターズミミクリーレニアス。レベル4のモンスター3体でオーバーレイネットワークを構築。エクスチェンジ召喚、至福のハヤブサよ、逆境の中で研ぎ澄まされし爪を上げ、反撃の翼を翻す。エクスチェンジ召喚、現れよラックヨンレイドラプターズライトファルコン。さらに癖であったマジックカード、ランクアップマジックファントムフォースを発動。ファントムフォースの効果によりランクを2つアップさせる。誇り高きハヤブサよ、英雄の血潮に染まる翼を翻し、革命の道を突き進め。ランクアップエクシチェンジ、現れよラックロックレイドラプターズレボリューションファコン。これが最強レイドラプターズ盤面、レイドラプターズレボリューションファルコンの効果。アイテムヒドロモンスターを破壊し、そのモンスターの攻撃の半分のダメージを相手に与える。そしてレイドラプターズレボリューションファルコンの効果一応発動して、相手のモンスター全てに1回ずつ攻撃ができるという効果を発動。破れた者たちの衣装を継ぎ、全ての敵を殲滅しろ。レボリューショナルエアーレイド、全てを浄化させ無に消化せよ。エターナルアベンジクラエファイアルゴリアスブライト、これがレイドラプターズだ。いけんのこれ、カーテンライザーペンデラムスケールセッティング。あもう去年ねもうねレベル4がねあの3体並ばないといけないんで、このデッキめっちゃきついんですよね。要求札トリビュート効果、ミミクリー落としてだな、ミミクリー落とす、いけんのかこれ。レベル4、2体並べるしかないか、レベル2体並べるで、フォース出す、はい、いけそうかな。レベルレイドラプターズフォースストリックス、効果発動。フォースストリックスの効果によってオーバーレイユニットを1つ使って、デッキより、シンギングレイニアスを手に変えるぜ。そして墓地に存在する、レイドラプターズミミクリレイニアスの効果発動。ミミクリレイニアスの効果によってレイドラプターズヒールイーグルを手に加えて、そしてレイドラプターズ、シンギングレイニアスを特殊召喚、さらにヒールイーグルも特殊召喚。いけたな、ちょっと1体フォースストリックスを使ってしまったがまあいいだろう、フォースストリックスとレベル4、あレベル3のヒールイーグルをリンクマーカーにセット。レイドラプターズワイズストリックス、そしてワイズストリックスの効果発動。ワイズストリックスの効果によりレイダーズウィングを特殊召喚。まあ、こっからはおなじみの展開ですね、基本的には。ネクロバルチャーの効果によりアースナルファルコンをリリース。そして墓地のランクアップマジックを回収。そしてアースナルファルコンの効果、究極志向のハヤブサよ、アマトナル保有の衣装を継ぎ勝利への天空へ飛び立て、ランクアップエクシエンチェンジ、現れよランクシューレイダーターズアルテッドファルコン。かっけえ、マジでこのモンスターマジかっこいいでしょ。でアルテッドファルコンの効果により相手のライフポイントに1000ポイントのダメージを与える。さあかかってきやがれ。アルテッドファルコンがいるとだいぶ安心しますよね。あの何の効果もいけないんで、まあ、そんな簡単に処理できませんから。まあ怪獣は来ますけど、何誰やお前、ネオスペースコネクト、何これは。なんか2世代くらい前のアニメで活躍してたと言われている、なんかガッチャとか呼ばれてるやつじゃないか。主人公じゃないか。いいだろう、相手にとって不足はない。さあ出たエロメンタルヒーロー、誰とでもネオス来た、エロメンタルヒーロー誰とでもネオス来た。マジで誰とでも融合するから誰とでもネオスって言われてるんですよね、あれ。はい、ミラクルコンタクトいいだろう、
ミラクルコンタクトの効果によりエレメンタルヒーローネオスを融合サイトするエレメンタルヒーロー融合モンスター一体を召喚条件を無視ってエクストラ的から特殊召喚できる。うわ来た、グランモ出た、グランネオスだ、やばい。あいつはモンスターを1枚バウンスできる最強の効果を持っている。まずいな、なかなかやりよる。まあでも言うてアルティットファルコンはね、あの何の効果もいけませんから。うわちょネオスフュージョンだと、ネオスフュージョンの効果によってデッキから融合作用墓地を食って、やばい、レインボーネオスだ。うわやばいことが起きた、すべてのモンスターは、デッキへと戻ってしまう。まあアルティメットファルコンのは何の効果も受けないが、レインボーネオスさんはモンスターをなんかデッキに戻すことができるぞ。すべてのモンスターを、フィールドのモンスター一体を、墓地を送ると相手フィールドのモンスターをすべてデッキに戻すとかいうやばすぎる効果があるか。この効果に発動にチェーンしファントムフォースを発動する。ファントムフォースの効果によってレイドラターズフォースストリックスをウォッチを送ってこいつを守っていく。そしてファントムクローンの効果によりそのカードを破壊しようとするが、その効果を、ネオスフュージョンで無効にしていく。なるほど、いいだろう。まあファントムフォースでこれであのデッキに戻ることはなかった。さあ全てのモンスターを処理できるのか。さあグランネオスの効果、まあその効果は無効にできないか、まあいいだろう。さあ対象はいいだろう、ランクアップマジックファントムフォースを発動。ファントムフォースの効果により、カードを2枚除外していけばいいな。勇猛果敢なる早さよ、怒りの炎を巻き上げ大地をも焼き尽くす閃光となれ。ランクアップエクシーンチェンジ、少々ランクアッチレイドラクターズサテライトキャノンファルコン。はい、かっこいい、はい、かっこいいはい、かっこいい。ちなみにサテライトキャノンファルコンは相手のモンスターの打点を下げる効果をフリーチェーンで打つことができる。さあかかってきやがれ。さあ3500は4500で突破できるかもしれないぞ、来い。さあレインボーネオス来い、かかってこい。サテライトキャノンファルコンの効果により相手の来たテキストを読むんだな10代レイドラクターズ。サテライトキャノンファルコンの効果発動、オーバーリミットを1つ使い相手のモンスターの打点を墓地のレイドラクターズの分だけ下げる。さあ食らえ、これがな、何危ねえ危ねえ危ねえ危なかった。オネストと貴様なオネスティネオスではなくオネストを使うのはやるな。まあいいだろう、まあ、ヒーローじゃないからな。確かにレインボーネオスはアルティメットファルコンの効果により相手のライフに1000ポイントの大ダメージを与える。危なかった、ダメ捨てで使えばよかったな一応。さあペインレイニアスを手札に加えていく。なるほどな、よし。ではランクアップマジックソウルシェイフォースを発動。ソウルシェイフォースの効果により自分の墓地で存在するレイドラプターズフォースストレクションを特殊化しランクを2つアップさせる。誇り高く早ぶさよ、英雄の地上にその翼翻し革命の道を突き進め。ランクアップエクシーズチェンジ現れよ、ランクアップレイドラプターズレボリューションファルコン。もうあまりにもかっこいい、この盤面がかっこすぎてもう本当にやばいマジで。そしてこのターン相手は何の効果も発動することはできない。バトルフェイズだ、行け。エターナルアベンジからのファイナルグロリアスプライト。やっぱこのデッキかっこすぎません。なお3枚衝動、ああいけそう、ああいけそういけそう。バニシングレイニアスとかいう最強モンスターがね、手札から一応モンスター出せるんでね、まあ、このバニシングレイニアスの効果を使ってストロングレイニアスを出して、そしてこのシェードブリンガンダインとかいうあのユートからパクったカードを使えばまあレベル4が3体並びますんでね、まあ、これはなんとかなんでしょう。さあ超人族闇属性モンスター2体でリング召喚現れよ、レイドラクターズワイズストリックス。そしてワイズストリックスの効果発動、まあ、この辺のおなじみ展開はまあ別にもなんか解説する人もねえか。究極思考がどうのこうの、ランクアップエクシエンスチェンジ現れよ、ランク中レイドラトーズアルベットファルコン。はい、かっこいい、はい、かっこいい。エンド、やっぱこのね、やっぱねこのアルベットファルコンっていうモンスターがね使いたくてやっぱりあのレイドラトーズ使ってるまでありますからね。何その融合次元の使い手、融合次元の融合の使い手だったか、絶対に許さん俺はお前を。ちょっと待って、
簡単にさ、俺たちの打点超えるのやめよう。ちょっと待って、っておい、やめろって、やめろ、アルティメットワレコの打点すぐ超えるだって、おかしいよ、あのデッキ。結構簡単に超えてくるんだよな。なんか知んねえけどよ、4200だよ、ふざけんなよ。3500がこっち最高だって、あ、まあ、3800か、一応。3800が最高だってなんだよ、一応。いてー、うわー、ロイヤル加工かっこいいな。あムーンライトライダーさん、あ、やばい、あー、2回攻撃できるやつ忘れてた、やばい、タイだと思ってた、まずい。あー、これもう遅いな、やっちまったー。誇り高き早草よ、栄の地上に染まる翼翻し、革命の道を突き進め、ランクアップ、エクシーズチェンジ、現れよ、レイダーサースレボリューションファルコン。うわー待って、あ、